ジョン・レジェンドこと、ジョン・ロジャース・ティーブンスは、アメリカ合衆国の R&B、ソウル歌手、ソングライター、ピアニスト。オハイオ州、スプリングフィールドに生まれた。幼少の頃から、クラシックピアノやゴスペルに親しみ、教会の聖歌隊で歌っていた。学生時代は、勉学にも優れた人気者であった。高校では、生徒会長を務め、卒業式の式次朗読者を担当。 また、プロムキングに輝いている。高校を16歳で卒業し、ペンシルベニア大学に進学。英語、英文学を専攻し、アフリカ系アメリカ人文学、文化を重点的に学んだ大学では、ペンカウンターパーツというアカペラグループに所属した、大学卒業後、最初に就職したのは、ボストンコンサルティンググループであった。メジャーデビュー前は、 本名のジョン・ステファンズ名義でライブ音源を数枚リリースしており、ブラックアイドピーズのツアーに帯同していた時期もある。他の R&B 系アーティストのアルバムにも多数参加している。カニエ・ウェストとの出会いは、大学時代のジョンのクラスメートにカニエのいとこがおり、彼から紹介を受けたことに始まる。5年と7年には来日公演も果たしている。第48回グラミー賞では、 ベスト R&B アルバム、ベストメールボーカルパフォーマンス、ベストニューアーティストの見事3部門受賞。2006年11月発売のケミストリーのシングル、NA フィーチャリングジョンレジェンドにてピアノ客演している。ただし、別録音であったため対面はしていない。2015年には、オールオブミーが、ビルボードミュージックアワード2015の最優秀楽曲賞にノミネートされる。 次第に映画や舞台にも活動の幅を広げ、2016年のハリウッド映画、ララランドに出演し、主人公と共演するミュージシャンを演じる。2019年、米娯楽師、ピープルが選ぶ、2019年最もセクシーな男に選ばれる。妻のクリッシー・テイゲンイズマは、ノルウェー系米国人の父とタイ人の母を持つモデルのクリッシー・テイゲン。 2006年のステレオのミュージックビデオ制作で知り合い、2013年に結婚。同年のアルバム、Love in the future 収録の曲、All of me はクリッシーに捧げられたもの。二人の間に虹がいる。ありがとうございます。